DJ サイレントーン MC プレイプレイヤー鹿の K 桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見せたデイフォー。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も調子悪いですか？めっちゃ疲れちょっと疲労ですね。疲労、はい、どうにかちょっとこう酸っぱいものとか酢の物とか。ああいいんですか、うん、あとお腹もう壊してるんですよね。そうですね、ずっと水便ですね。あったかくしてちょっと酢の物食べて、でもおかげで、うん、5キロぐらい痩せました、ね。5キロ痩せすぎじゃないですか、こんな暑いのに。あれから10日ぐらい経ちましたかね、うん、1週間経ってます。うちの女房のお父さん亡くなってから10日ぐらいですかね、はい、10日でだから5キロぐらい痩せたっすね、うん、バタバタ忙しくて家のこともやらなくちゃいけないし、ね、手配もしなくちゃいけないし、うん、料理とかケイさん作られてるんですか？作りますけど、うん、今はもう今度それ作ると掃除しなくちゃいけないじゃないですか、うん、洗い物、はい、だから今はちょっとケイジと2人で外食してますね、はい、洗濯とかもケイさんやられるんですか？洗濯は洗濯して干して乾かして、うんうんうん、アイロンかけてってなるとちょっと結構大変なんで、うん、コインランドリーだと洗って、うん、そのまま乾燥して出てくると、はいはい、アイロンかけなくても結構綺麗になってるじゃないですか、はい、うんうん、今夜はコインランドリーにいます。外食とコインランドリーとで、そうですね、やってるって感じです、うん、やっぱ大変ですよね。で、じゃあ1日の予定言いますか。1日は朝4時半から5時に起きて、うん、最初に起きてコーヒー飲んで、うん、で犬の散歩して、で犬の足とかを全部洗って、で犬にご飯をあげて、でケージを起こすけどなかなか起きないんで、もう何十回も起こしてやっと起こして、でご飯を大体モーニング食べに行ってますかね、はい、コーヒー館かデニーズとか、うん、そういうとこに。今でも夏休み中だからどうなんですか、ケージ君？だから朝ごはん食べに行ってます。8時とか9時ぐらいですか？大体9時ぐらいには行ってますかね、うん、でそこから何するんですか？それから自分はちょっと自分の仕事とか用事とかをして、で刑事はなんか多分ネットフィリックスかを見てる。携帯今携帯ちょっと募集してる。なんでですか？ちょっと調子に乗りすぎたんで怒られて、自分に溝落ちパンチ食らって。いやダメじゃないですか。なんかこの間っていうかだいぶ前になりますけど、ケイさんなんかケジ君の携帯を壊したっていうお話をしましたね。そうですね、だから壊してひどい目にあったんで、うん、もう一回買わなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、で今募集中です、うん、今もですか？あと4日ですね。じゃあ今暇なんじゃないですか、家にいて。友達と連絡取れなくて困ってるんで、それはだからその時だけは、例えば LINE やんなくちゃいけない時とかです、はいはい、それだけやらして、うん、また撮るっていう。悲しんでませんか、携帯で。でももう約束したんで、うん、それはもう諦めてます、うん、というところの話から、今ウィズコロナエアロゾル感染っていうふうに言われてますけど、うん、空気感染、はい、でも空気感染って言っても空気の中にいっぱいウイルスいますよね。でも自分の周りもかなりみんなコロナかかってますけど、うんうん、はい、だからその中にいてもかかる人とかかかんない人がいるんですよね。この間みんなでジェットでツーリング行ったんですよ、はい、京都からもみんな来て、で湘南からも来て、東京あちこちから集まって結構な人数で行ったんですね。で逗子の海の家に行ってみんなワイワイやってて、その時みんなコロナになったんですけど、自分は外にいてですか？そうです。で自分はならなかったし、うちの女房もならなかったし、あの時刑事もいて刑事もならなかったし、で他の子供たちもならなかったし、で京都の人たちも誰もならなかったんですね。でも神奈川組は結構な人数になったんですよ。ここであれしちゃったんですかね、やっぱ体力ない人というか免疫力がない。でも自分はかかんなかったですね。わかんないですけどね、もしかしたらかかってたのかもしれないですけど、症状はなかったですね、っていうところで。コロナの種類がもういっぱいありすぎて、最近新しい株の名前がケンタウロス。
もう自分思うけど全部に1回かかっちゃえばいいんじゃないですかね。一番最初のがなんか南アフリカでベータ株、その後がブラジルでガンマ株、はい、その後がインドで最初に検出されたデルタ株、デルタが日本に入ってきたんですもんね、はい、南アフリカで検出されたオミクロン株、オミクロンも日本入ってきました ね、はい、で今がケンタウロスですね、うん、あれオミクロンの最初は BA1 で今が何ですか、今がケンタウロス、その前が、その前がオミクロン、オミクロンですね、南アフリカ、あオミクロンが結局最初は BA1 っていうやつだったんですよね、その時自分かかったんですよ、でそれが変化して BA2 になって、でちょっと前までその BA5 っていうのが今回みんな自分たちの周りがかかった人たちが、その BA5 がこうやって同じ空間にいるだけでみんなかかっちゃうっていう、そんでもかかんない人はかからないですし、それの基準が分かんないです、ね、なんか厚生労働省の方でその結局今のケンタウロスとかも結局エアロゾル感染って言って空気中で感染するじゃないですか、なんでみんなこういう透明のアクリル板、はい、アクリル板とかカーテンとかいろいろしてるじゃないですか、はい、対策で、はい、結局それをしてるせいで空気の循環が悪くなって、そこで吸っちゃうから換気をちゃんとした方がいいって言うんですけど、どうなんだよみたいな、今まではそのアクリル板とかで、まあ、飛沫気をつけましょうって言ってそういうのやってましたけど、結局それを対策をしたばっかりに空気の循環が悪くなって、なるほど、風邪を引きやすくなって、風邪っていうかまあ自分たちこの間移ったら海の家ですからね、風通しもいいし、換気も何も窓もないとこで、そうですね、まあ、そういう場合はやっぱ飛沫なんですかね、でも自分なんかその人の目の前にいましたけどね、免疫力も関係あるんでしょうね、めちゃくちゃ表情がほぼない人もいるし、結構きつい人もいるし、ですね、鼻水、喉の痛み、はい、咳、あと発熱ですよね、あと倦怠感、うん、だるさですよね、はい、まあ風邪ですかね、そうですね、というところでマスクも大変ですよね、この暑い中、自分マスクはしないんで分かんないですなんかマスクをもうし続けるとマスクで酸欠、はい、で呼吸が浅くなってしまうので、その呼吸が浅くなることによって、まあ、偏頭痛が起きたりとか、うん、まあ、免疫力の低下、うん、あとはまあ集中力、思考力の低下、うん、首こり、肩こりなんかも起きて、うん、逆に危なくないんじゃないかって言われてるけど、マスクみんなつけてますよね、ヨーロッパとかはもうマスクなしですけど、この間満員電車乗ったんですけども、うん、みんなマスクつけてますよ、ね、さっきほら、ね、はい、葬式のやつ見せたじゃないですか、うん、ビデオ、はいはい、誰もマスクしてない、マスクしないですよね、はい、逆にマスクしてるとお前大丈夫って言われるらしいそうですよね、マスクしてる方が、はい、なんかの病気なのって言われるみたいですよ、ね、でも大体風邪ひいて咳してたりとかすると、でマスクつけて周りの人にうつさないようにっていう、まあ、エチケット、うん、咳エチケット でもそれはもともと外国にはなかったんで、うん、ですもんね、だからアメリカの刑務所でも、うんうん、咳してる手間が手で押す、口を押さえろよっていうぐらいで、マスクっていうのはなかったですもんね、飛沫防止する分にはいいですよね、マスクもね、はい、うん、くしゃみとか咳とかは、自分はちょっとマスク無理ですね、うん、もう苦しいですよ、マスクうつですねなるらしいですよ本当に、いや自分もマスクした時点で、うん、もう息苦しいです、うん、息苦しいです本当に、はい、あのマスクのやつでもうほとんど全部穴開いてるなんじゃないですか、はいはい、メッシュみたいな、はい、あれててもしなくても変わんないんですけど、うん、あれを装着しただけで息苦しくなるんですよね、うん、なんかマスクすると口でやっぱ呼吸するようになっちゃうらしいですよ、鼻ではやっぱり呼吸すると苦しいじゃないですか、で口呼吸ばっかりになってしまって、口呼吸すると菌が直接口の中に入ってくるんで、声みたいですね、ダメです、うん、やっぱ鼻で息する方が鼻の毛とか、うん、まあ、鼻水なんかでこうちゃんとウイルスを侵入を防いでくれるんですけど、口で呼吸すると直接入ってきちゃうんで、あ、まあ、病気にかかりやすいっていうか、鼻毛ってもうめっちゃ重要ですよね、でも自分潔癖症で鼻毛一本でもあるとダメなんで鼻毛ないとやばいですよ、ね、でもずっと鼻毛抜いてますね、鼻毛はカットした方がいいです、いやもうそうするとチクチクするじゃないですか、だから毛抜きで全部抜きます、いい、鼻毛でも抜きすぎると直接ホコリとかも鼻に入ってくるから、うん、くしゃみとか出ません、めっちゃそれでもダメですね、ダメですか、はい、
あんまり良くないですよ。で今あのなんかワックスみたいなんじゃないですか。はいはい、あれ便利ですよね。風邪ひいちゃいますよすぐ。でうちの家族みんなあれやってます。本当ですか。はい、くしゃみ言ってません。鼻毛なくなると、ほこりがあると、はい、はい、ほこりがあると鼻毛は防御力になるんで。自分はダメですね。カットでお願いしますというところですね。ちょっと今日はあの K さんの注文から、はい、死に様っていうところで、まあ、絶対についてちょっと話が変わってしまうんですけども、はい、書の方で人は生き様と死に様を考えなくてはならないっていう話をして、考えるっていうかやっぱ、うん、あんまり死に様がかっこ悪いとかっこ悪くないですか。そうですね。その死に様がかっこ悪いっていう、死に様はあんま考えたことがないですよ。死ぬことはあんまり考えたことがないかもしれない。まだ若いからですよ。自分も多分なんですかね、あと何年生きられるかなとかやっぱり考えるじゃないですか。自分は家族に迷惑をかけて死にたくないから、なんか老人介護みたいな感じのはなんか自分自身望んでない感じですかね。そんだったらもう老人ホームとかにぶん投げてくれってもらった方がいいかなって。ロジホームですか。ボケちゃったらっていうことですか。いやボケじゃなくて、例えば自分自身で、例えばなんですかね、下の世話とかができない状態になっちゃった時ですね、うんうん、確かにそれは人に負担をかけたくないっていうか、家族に負担はねかけたくないですもんね、うん、一生の中で後悔せぬよう日々生き様を見せて勝負して結果を出す、生きてきた証を。そうですね、うん、それはやっぱ人に後ろ指を刺されないで最後まで終えたいっていうのがありますかね、うん、今それを実践してるっていうところでやっぱりありますか。自分はだからもうアメリカ帰ってた時からそのボランティアをやるって決めたんで、自分が歩けなくなるまでは続けようかなっていうのがあって、あちこちでそのね NPO 云々の話、なんか全然知らない人たちが話してるから、 NPO はもうなんですかね、そんなに NPO が気に食わないんだったら別に NPO じゃなくても自分はボランティアできるんで、で今一般社団法人の方があるんで、一般社団法人の方を一本化して、そっちでどっちにしろ NPO やってても別に国からその助成金もらったりとか国のお金使ってやってるわけじゃないんで、別に後ろ指刺されるようなことをしてないんで、だったらじゃあ一般社団法人で、まあ、収益も得て、その収益で子供たちを面倒見た方が誰にも何も言われないじゃないですか。言われるのも疲れるし、そんなのをいちいちその人たちに弁解する必要は自分はないと思うんですね。いやそれ違うよとか、そんな言い訳する必要もないし、言いたい人が勝手に言ってればいいだけで、今やってるボランティア続けていきますし、そうやってマリーナに子供たちたくさん来ますから、うちの女房のお父さん亡くなった時もその子供たちと少しの間、ね、新潟行ってたんですね、山の中に。でうちの子供の同級生とか、あとよくマリーナに来るちっちゃい子供とかで、新潟合宿っていうのが、はい、それでもだから疲労がのあるんですね多分、うん、車で行ってきたんですか。車で行きました。でも田舎に行くとすごく良かったんじゃないですか。でも K さん運転してたんですか、もしかして。ずっと運転してました行き帰りで、帰り群馬伊香保行って、で伊香保で子供たちに射的とか、うん、昔ながら の、うん、あの手裏剣とか、はい、なんかすごいいろんなのあったんですよね、うん、昔の、うん、そういうの体験させて、うん、で帰ってきましたね。それもちょっと疲労も残ってるかもしれないですね。そうかもしれないですね、うん、疲れるものが早く良くなるといいですよね。Kさん睡眠時間どれぐらい取ってますか。自分3時間半ぐらいですかね。短いな、はい、もうちょっと寝れないですか。最後犬の散歩行ってんのが早くて10時なんですよ、うんうん、遅いと11時に行くんですけど、で帰ってきてそれ犬散歩して帰ってきて犬洗うじゃないですか、はい、で洗ったりしてるうちにも12時とかになっちゃうじゃないですか、うん、そっから井上刑事君が服とかあっちこっち脱ぎっぱなしにしてるんですよ、はい、そういうのを全部片付けて、とにかく潔癖症なんで洗濯のカゴみたいのがあるんですけど、うんうん、白いもの、色物、ポリエステル系のものって分けてるんですね、はいはい、それで自分は洗濯をするん で洗剤も全部違う洗剤を使って洗うんですよ、そうなんですか。そうなんです、すごい。で井上刑事君の靴下がすごく白い靴下を真っ黒にするんで、それをあの歌麿で
歌丸、ねはい、真っ白にしないと気が済まないですね、はい、歌丸が一番取れますよね。取れますね。それから今度、うん、井上刑事君の靴を、はい、洗うんですよ。で自分ももし靴を履いたら、うん、その日履いた靴はその日に洗うんです。そうなんですか。はい、もう靴底まで全部洗って、うん、で次の日まで干して、うん、それからしまうんです、ね、結構そういうのに時間かかりますね。ピシッピシッと全部こう、これにはこう、これにはこうって。で朝は、うん、例えば今日このシーツで寝るじゃないですか、はい、このシーツはもう全部洗わなくちゃダメなんですね。シーツも毎日？毎日です。大変ですね。枕カバンですよね。枕カバンもそうです。あとはあと掃除かけて、うん、フローリングの部分は全部アルコールで拭くんですね。すっごっそうなんですね。それはちょっと大変ですね。家の中のことやるだけで全部丸一日進めますね。そうですね。あとは井上刑事君があちこち触るんで、はい、取っ手とか、はい、そこも全部消毒あのアルコールで拭いてすごいですね。刑さん本当に潔癖ですね。そうですね。圭さんの車にはいつもあの除菌のアルコールの手拭き、うん、カバンの中にも入ってますし、いつもいやこれがないと生きていけないしね。例えば刑事と中華行くじゃないですか、うん、中華料理行くとアルコールで全部テーブル拭いて、うん、お酢とか醤油とかあるじゃないですか、はいはい、あれも全部拭いて。今ってなんかエゴで箸も置いたら箸使うじゃないですか、はいはい、あれが自分ダメなんで必ず割り箸をもらって、うん、その割り箸もあれ刑務所作ってるじゃないですか。あれも拭いて、はい、やっぱ拭くと締めるんですよ、うん、割り箸が、うん、で料理が出てくるまでに乾くんで、うん、そんで刑事の手も全部拭かして、うん、めっちゃ徹底してますね。であと、うん、ラーメンのレンゲとかあるじゃないですか、はい、あれとかも全部アルコールで拭いてそこから食べてますね。なんて言っていいのかだからみんなに言わせると異常だって、うん、病気って言われます。でも、うん、それをずっとやってるじゃないですか、うん、だから周りの人たちもそれが癖になるんですね。映ってくるんですね。そうですそうです、うん、影響されるって影響されますね。そうですね。まあそんな悪いことではないですからね。綺麗に越したことないですからね、うんうん、いいことでもあり、まあ、やりすぎも度があるけどそれで悪い菌がないんだったら良くないですか、うんうん、そうですね。死に様の話から全然違う方行っちゃうんですよね。そうですね、うん、早く元気になってほしい。計算がそれは多分 2,3 日寝ればゆっくり寝てくる。全然大丈夫です。本日はありがとうございました。お疲れ様です。桜隆史ギャングさん命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透ね100億ポーズ出たら揃った国心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。